京都産が FC 土屋幸男。大切にしている言葉。最初の若い頃っていうのは無我夢中でやってた部分があったので、年齢を重ねていく中で、チームも変わっていく中でもそうですし、一人じゃ守れないなっていうことを分かってきたとしたらね、やっぱり一緒に戦わなかったら、同じことを考えてなかったら、やっぱり結果残んないなっていう。試合の中だけ仲良くしようってなかなか難しいと思うんですよ。僕の考えは、サッカーの話したり、プライベートの話したりすることによって、もっともっといい関係が築けると思うから、だから常にその一緒に物事を行うために、いろんなコミュニケーションを取ってやっていくっていうのは、おそらく一生続けていくと思います。サッカー人生が終わった後もね、おそらくいろんな人と共に過ごしていくだろうし、だからやっぱそういう人たちとかやっぱ仲間ってのは本当に自分の中ではすごく大事です。共に。来週はガンバ大阪初競り漁です。ぜひ見てください。